はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラ超極限中華ラッシュ、最優解で読み方合ってますかね。はい、超絶地獄級やっていきたいと思います。はい、中華ラッシュ、最優解、まあ最優機を頭に浮かべると出てくるのは蝶八戒とか豚しか出てこねえ言ってな。うん、あれ蝶八戒って豚だよね。だよね。佐五城が確かワニ？カニ？カニではないけど、ワニみたいな、なんか、ごめん、なんだったっけな。ちょっと、いまいち、覚えてないけど、三蔵法師とか、孫悟空とかのやつですな。おそらく。ただ、まあ、中華っていうことで、もしかしたら劉備とか、そういうの出てくるのかなとも思ってるんですけども、確かこれは、最勇気の人たちが出てくるはず。ということで、はい。こういう感じのパーティーとなっております。やっとね、インドラさんが、転生することができました。まあ、インドラさんが転生したので、まあなんでしょうな、これきっついのがあれなんですよね。このパーティーにはあれがないんですよ。根性を貫通する能力がないので、根性をなんとかしたいなというところでございます。はい、佐五城ですね。はい、頑張っていきましょう。佐五城僕大嫌いですから。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、やっていきましょう。菅銀平、あれあれ最優、あれ、確かに確かに菅銀平さんね、三国、まあ中国の人ですけど、あれ記憶違いかな。まあいいや、やっていきますよ。あー、回復が7コンボいったか、8コンボいけたな、今の。ワンポットもできるでしょう。絶対三蔵法師出てくると思うんですけど、さあ2フロア目、不意の波動。そうか、お前らも中国か。言われてみればそうだな。ほいほい、失敗しましたね。木揃えられたな。全属性揃えないとスキルチャージできないんです。どうしましょう。さて、次誰だ、次誰だ。ファガーン、ファガーン。確かにあなたも中国っぽい感じがしますけども、懐かしいな、ファガーン。すごい懐かしい気がしますよ。これでいいのか。落ち込む、完璧だね。光も取られる。これでスキルチャージ。スキル貯めればよかったかな。さあ、4フロア目。おー、孫権？違う、周囲でした。ごめんなさい。孫権って、素で間違えました。これ、周囲ですね。はい。召喚師になっておきましょう。周遊だ、そうだ、周遊黄金さんですよ。周黄金、結構好きなキャラクターではあるんですけど、敵で出てくると本当に嫌いなキャラクターですよね。オッケー、半分まで削ったね。結界人、状態上無効果、駆け抜き周。この人頭が良かったんですよね、確か史実でも。諸葛亮に勝てなくて勝てなくて悔しい思いをした人です。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 さて、いい感じにレッドライトが使っております。いいね、悪くない。さて、5フロー目、突撃出てきた蝶八戒。うん、蝶八戒さんですよ、ちょっと。ってことは、おそらくこの後続くであろう佐五城さんをね、はい、どう料理しようか。料理できないね。料理するのは多分豚の方かな。ほいほいほい。あ、時間が足りねえな。リーチェで最近慣れてるもんですからだね。半分を削った。ごめん、読めねえな。 75% 軽減、 75% ですか。なかなかめんどくさいですね。
はい、これで7コンボ、8コンボまでいったか。これでエドワードのスキルが変わったかなと思うが、次あれだろ。あれ違かった。あれお前何、水の宝珠、宝珠、うわーうわー、めんどくさいですね。ちょっとすいません、見えないんで帰ってもらっていいですか。まさか2ターン連続で雲出してくったりして6コンボ以下の攻撃を吸収。なるほどね、なるほどね。まあ僕の方も溜まったので、使っていきましょう。全回復、いいよ。さてこれでこのターン決めないと後がめんどくさいかなといったところでございますが、ほい、ほい、こうしようか。でこうだ、こうか。これでいい。 1,2,3,4,5,6,7 光の落とし。これでまあ6コンボっていうか、結構いったね、結構いったね、結構いったね。 OK。 さてこれ今6バトル目。さあラスト、よくぞ参ったな。今回は光の三蔵さんでした。じゃあまあガツンといきますか。でまあ一応のこと考えてインドラも使っておきましょう。インドラなのお前の。インドラさんのスキルも使ったところで、はい、一撃で決めたいところでございますが、ちょいあ、しくじったかな。光がつながりすぎているが7コンボはいった。コンボ吸収もないので多分勝ったでしょう。これあれだね、著白海が出てきたところにもうたまーに佐護城が出てくるんでしょうか。うん、佐護城出てこなくてよかった。本当にこのパーティー根性をね、回復の縦一列消しで1の追い打ちがないからきついんですよ。はい、ということでクリアです。ただ超絶地獄級なので、まあどんなダンジョンが分かったということで、次回は、壊滅級、これの上ですね、はい、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。